こう中塚左京を弱きら親王御娘の腹に御娘二人おの子ご一人酔わしまして大姫君は円友院の御時の女吾にて天元五年三月十一日に木崎に立ちたまい中宮と申しき 御年二十六御子をおわせず四条宮とぞ申すめりし忌みじき右信者有足にぞ言われたまいし苦読も御祈りも女法に行わせたまいし 毎年の木の御度鏡なども、常のことともおぼしめしたらず、四日がほど二十人の僧を、棒の飾りめでたくて、貸しずき据えさせたまい、湯は虫、時など、限りなく女峰に供養せさせたまい、お前よりも、 りは貫さるべき者ども、いださせたまう。御自らも、清きんぞ、つり、限りなく、清まわらせたまいて。うにたぶ者どもは、まず、お前に取り据えさせて、おかせたまいて、後に、かわしける。 えしんのそうずの津田行せられける折に、教授こぞりて意みしきおときを設けつつ参、ま、りしに、この宮には麗しく金のご気度も打たせた参りしかば、かくてあまり見苦し、 とてソーズは骨きとどめたまいてき